2015年9月15日、日本の茨城県常総市で鬼怒川が決壊したことによる洪水で、住民らが避難した隙を狙った空き巣被害が相次いでいることが分かり、中国のネットユーザーもコメントを寄せている。地元警察によると、13日の段階で十数件の空き巣被害の届け出があり、警察はパトロールを強化しているという。被害者の中には、80万円相当の腕時計やネックレスを盗まれた人もいるという。こうした騒動を受け、日頃から日本の秩序やマナーの高さを評価してきた中国のネットユーザーからは、様々なコメントが寄せられている。人間のクズだな。日本人の民度が暴かれたな。いかなる素養も、教育と平和で繁栄した社会の基礎の上でしか成り立たない。常日頃から詐欺師やスリと格闘している私からするとまだまだ甘い。あれだけ広範囲にわたって水没したのに空き巣が十数件か。信じられない。外国人の仕業じゃないの。中国人がやったんじゃないよ。あの国では中国人がやったというだろう。誰がやったか知らないが、中国人でないことを祈る。また中国人のせいにされる。